今回は以前、公式大会の時にもちらほらいたレムのサポートの動画になっています。まあ、現環境なるべく早いタイミングでガンクに行きますので、サポートというサポートをしているより、まあそういった、攻めの面でアサシン、まあ本来ジャングルやらケロカルタかババアがサポートしていくっていうのであれば、まあ別に内容としては問題ないのかなと思います。まあメンバーはいつものメンバープラスアルファ、全体募集した方々で来ています。まあ珍しく、そもそもブラブラ君がジャングルすることって結構にして珍しい気がしますが、今回銀閣してますね。で、見てわかる通り、レムのニスキっていうのが、実際問題、範囲内に敵、ターゲットになるような、ものがいない限り発動ができないスキルになってますので、まあ連打しまくってしまっても別に特に大丈夫かなという感じがします。ただ、単体に対して打たなければ全くもって意味がないスキルになってますので、まあ、ミニオンがいるようなところで敵に合わせて打ってしまってももったいないですから、そこは注意した方がいいです。逆に、まあ、その単体に対してバカ火力が出るスキルですので、ジャングリング見てわかる通り、めちゃくちゃニスキだけで早いです。同様の理由で、カエル、猫に対しても火力ってとても出ます。あ、やっちゃった。ただ、注意しないといけないのが、ナイフ、かなりラグに弱いので、ナイフ出したつもりが出てなかったりとか、はたまた押したと思って押し切れてなかったりとかっていうのが、まあ、個人的な体感ですけど、白霊のニスキ以上にこのナイフやべえっす。マジでんすね。あと、ポン押しスメキャしたときは、とんでもねえ位置に出たりすりますので、あんまりポン押しは良くないですね。まあこんな感じで、おそらく敵のジャングラーもまあミッド付近にいるんで、ではないかなっていう状況な時間帯ですので、こういう時は今みたいな感じで安易なフェイスチェックっていうのはやめた方がいいです。まあ時間的に、今のタイミング敵も下から始めてますので、同じタイミングでだいたい上に来るっていうような状況で、あそこでうちらが見た時敵がジャングラーが出てきてないってことであれば、やはり今みたいなミッド付近のところから行っているようなっていうのをしっかりと理解して、まあそこの茂みを注意していくっていうのが大事。私は今ノーチェックで入りましたから、あんなことになりましたけど、まあチェックしていれば事前にナイフを投げるとか、いろいろな選択肢はあったと思います。で、仕掛けるときは基本レム先ウルト打ちですね。で、まあ、ズドンって合わせるような感じなので、絶対的に最初にやらないとダメです。あとは、ウルト打った後、任意の時間で発動、爆発を決めれませんので、決まった時間後確定で発生するような状況ですので、まあ、ナイフを打つ手前というよりかは、ある程度歩く、まあ、ちょっと待ってから打つような流れがベストですね。で、集団戦の時は、前も言った通り、必ず単体に対してニスキを当てると。いうようなところができれば大丈夫っていう感じですが、まあナイフの使い方、ナイフインするわけではなくって、まあしてますが、そのナイフをあえて後ろに投げて自分で、ニスキウルトも含めて持った状態で無理無理当たりに行く。で、ダメだったらナイフの位置に戻るというような形のイニシエートっていう方法も一つあります。ただこの方法は、まあ結構まあ歩きますので、ハンマーだときついですね。ハンマーじゃなくてフラッシュ持ってれば結構刺さる気がします。まあ、とは言っても、なかなか初心者にこんなことを言って難しい話なので、まあ、基本的にはウルトを前抱きして、こういう時も白像を前抱きウルトしてからのインで、ニスキでスタンさせると。で、ズドンって感じで、まあ、ナイフで仕留めるというような動きをするといいです。なんで、いけるときは無理してナイフでインする必要はないですし、取りこぼしたのを今みたいな、ナイフで、やれます。動揺した。まあ今みたいな熊のウルトが鳴っている時っていうのは、タワーとかそういうオブジェクトですね、を背負ってあげると、まあ熊のウルト失敗しやすい状況が作れますので、まあ一つ覚えておくといいかもしれないですね。いや、それにしても今の馬のウルト面白かったです。ピューってシュールでしたね。まあ、レムのサポートに関してはもう本当にこういう形で、アイテムなく、まあ、スキルファイターアサシンですので、ダメージはある程度出ます。ただ、注意、まあ、注意というか、まあ、致し方ない部分ではあるんですが、下手をするとジャングラーが私になって、ジャングラーがサポートになるっていうような置き換えが発生しますので、まあ、キル、ケースとは言わないですけど、やっぱキルを比較的獲得しやすいサポートなので、まあ、そういったところはちょっと注意しないとまずいですね。
まあでもやってて楽しいのは間違いないと思いますので、まあほんとジャングラーしてるみたいなもんですよね、サポートって言っても。今回ももうジャングラーに私ついてませんから。まあこんな感じですね。まあ確定で決めれるんであれば、しっかりとナイフ先置きしておいてもいいんですけれども、まあ、あまりにもなん、うん、まあ、なんとも言わないですけど、まあ、ナイフは基本最終的に逃げる。まあ、ブリンクもどきとしても使えるので、まあ、無理にナイフを投げる必要はないかなとは思ったりもします。まあ、ちょっと人によりけりかもしれないですね。まあ、でもレムはかなりお手軽にやれるキャラクターだと思いますので、おすすめです。まあ、今回もシレット835分で私が3キルですので、まあ、だいぶ調子はいいですね。で、クールもさほど短く、じゃあ長く設定されてるわけではないので、全然、いつ、まあ、30秒ぐらいですか、打ちまくっても全然大丈夫ですね。で、まあ、今みたいな形で敵が逃げるかもしれないっていう形の先置きのナイフでした。結局敵が逃げる選択肢しなかったですけど。で、レムの場合だと、まあ、今回みたいな形で白像だったりとか、まあ、ちょっと若干借りにくいかもしれないですけど、モブだったりとか、ミッドレーンでブリンクがないキャラ、かつ、まあ、逃走するのがなかなか難しいキャラクターですね、に対してはとても有効ですので、敵の立ち位置が、真ん中の、この今、敵側の、なんていうんですか、線というかわかるかな、タワー前の横の線の部分より手前側に出てるんであれば、茂みから入ってしまえば、ウルトで、まず間違いなく狩れる位置だと思います、序盤だったら。まあ、ただ、まあ、そういうことをしてると、中国勢とかだと、藁作ってきますので、藁作ってるかどうかしっかりと確認しといた方がいいですね。藁ある状態で行っちゃうと、返り討ちには合いかねないので、そこら辺はちょっと注意しましょう。これきついけど、狩れるのか、あれそうか。いや、危ねえ。タレット死ぬ。よだった。まあ、今みたいな形でよたることもたまにありますね。失敗しちゃいましたね。ビルドに関しては、まあ、賞金ハンターどうかみたいな話もありますけど、危ねえ。ああ。キルみたいな、今回もそうですけど、キル絡めて取れてるんであれば、別に賞金ハンター買ってもいいかなと思いますが、もう賞金ハンターを買うのが遅いというか、あからさまにキルに絡めてなくて、この後も舞えないんじゃないかみたいな状況だったんであれば、あえて賞金ハンターに行かずに、バットであれば、そこから、課金の杖とかに移行できますので、まあそういう形で使ってもいいのかなとは思います。ウルトは移動速度が速くなりますので、まあそういった面でも強いですし、覚醒したら対戦も入れますから、まあ基本使い勝手がいいウルトではあるものの、レートゲーム長い試合だとちょっと腐りがちになっちゃうこともあるので、その長い試合の時はしっかりと後ろからタンクは放置して、裏から敵の大事なメイジとかマックスマンをスポッてやるような、立ち回りっていうのがとても求められますね。まあ、今回もこうやってブッシュに投げてチェックして戻ってくるみたいな形の使い方もできますので、レムの意外にナイフ持続時間短いように見えて割かし長いいいんですね。で、まあそういった点も含めて、まあ使いやすいというかおもろいキャラクターではあります。たまに私もジャングルで使うこともありますが、ぶっちゃけレム使うんであればセリを使っちゃいますね。そのやっぱり集団の広範囲の AOE っていうのがとても大きいので、そういった面からいくとやっぱし声量に、まあ、軍配が上がるというか、まあ、声量の方が個人的には好みですね。まあ、好き嫌いもありますし、得意不得意もあるので、別にレムと声量だったら声量が強いとかって言ってるわけではないので、そこはしっかりと理解してください。たまにね、この一部分だけ抜いてくる人いますので、まあ、正直、キャラの強い弱いっていうのはほとんど、このゲーム割りかしバランスいい方なので、なんかぶっ壊れてやべえやつはもうそもそもバーンされちゃいますから、その辺であればだいぶいい調整具合だと思いますけどね。まあバフがなくても特段問題はないですし、ガンクもまあくるくる回ってるだけなので、まあその注意しないといけないのが、ジャングラーと一緒に歩いてないので、ジャングルのファームもさほど食べれてない、かつ霊もあまり食べてないですから、レベルが切るないとちょっと腐りますね。まあただ今回はうまいことキル取れてるので別に何も起きてないですが、これがなかった場合この動きをするとちょっときついところが実際アサシンサポートはあります。まあそれは本来サポートであれば別に CC さえあればいいものが、まあこういう
本来サポート適正じゃないキャラクターでサポートしてますので、そのキャラクターで回そうとすると最低限ある程度のレベルがないと、スキルレベルがないので結果死んじゃうというようなことは、まあ前ないというか活躍できないというか、まあお荷物になってしまうということがありますので、そこはちょっと注意せなあかんかもしれんですね。ただまあもちろん、当たり前ですが、これを大学とか院生の人が真似してもおそらくあんまりいい好ましい結果は望めなさそうだと思いますので、まあ、サポートでレムしようと思うのはアリーナか身内でお楽しみください絶対的にこれは危ねえ。てかって火力出てないな。白像目の前で食らって今ですから、本来だったらワンチャン、ワンパンで死にそうな息ですけどね、まあ、今みたいな突っ込み方はバットですね。圧倒的に唐突にやってるから、そもそもビルドが終わってるっていう。エニス。いや、最近みんななんかちょいちょい、キュービー好きですね。なんかちょこちょこキュービーがいろんなキャラで、いろんな人がいろんなキュービーしてる気がする。まあ強いキャラパですし、バンされないっていうところからとてもいいですね。まあ今回だと、まあでもガルダム修正されたものの木綿もそうですが、まああんまりランクでそもそも使わないので何とも言わないですが、どうなんですかね、あの修正自体は。まあ個人的に、まあただそうだな、何とも言えないな。しかも今回のバフ言って今回のバフ、あの大白だけ触れられてなかった気がするんですが、まあユーコンもかな。まあ、ユーコはもう強いんでいいんですけど、大白一回リメイクされてますよね、そもそも。リメイクというか、そのまあ、まあでもリメイクに近いのかな。スキル、リメイクではないのか、バフかな。まあ、スキル変わってますよね、最初に、超初期に比べたら。まあでも、環境が変われば大白参るタイミングが来ると思いますし、まあもちろんやはり大白の、あれは1スキか ?2 スキどっちかわかんない。1スキかな ?1 スキは強いですから、ありだとは思うものの、現状だとあの大白スキル変えて、スキルの威力調整してなんとかなるレベルではない気がするんですけどね。あとはとりあえず番枠6個にしないですかね。まああのカスタムが6番ですから、であればあのもうこっちも6番でいい気がするんですけどね。めっちゃおった、あぶね。装備パワーゲーでラッキーでしたけど、釣ってましたね、全力で。いや、てか、ずるくねえか、モメン使うのは。いや、これはきつい。まあ、こんな感じで気合で逃げると。まあ、あからさまに分かりきってる逃げ方ですけど、まあ、どっちにしてもなんとかなるかなというような感じですね。なんで、まあ、逃走方向にナイフを投げて、本来逃げたい方向ですね。で、反対側に、まあ、走っていくと。別に、まあ、相手がそっちに行くようであれば、行ってもいいし、行かないようであれば逃げてもいいし、みたいな感じで使えば大丈夫です。まあ、レムの使い方、やっぱ上手い人はナイフの使い方が上手いですね、圧倒的に。まあ、とは言っても、まあ、なかなか、まあ、数試合で終わるような話ではないので、まあ、正しいナイフの使い方っていうところを覚えるんだれば、本当に数十から100試合以上使ってみてやっとって感じなので、まあ、どのキャラもそうですが、使いこなすにはやはり数回じゃ絶対ダメですし、10回も少ないですね。最低2、30回ぐらいは使わないと、ある程度わかんないですから、まあその辺はちょっと意識してやってみた方がいいと思いますね。ただ最初からあからさまに、例えば極端な話ですよ、キャラパが低そうな、まあ、誰がキャラパ低いかなんとも言いづらいですけど、まあ現環境で前ない大白をね、使い続けてても、まあもちろんうまくはなると思いますけど、でも勝てないってやっぱ環境ありますから、今の環境で比較的悪くない位置にいるキャラクターを結構な回数練習すれば、レートは上がっていくかなとは思いますね。
まあ、やっぱなんだかんだ言って伝説ぐらいまでは上がりますから、まあ、孫期の話になってくるとちょっとまた話は別になってくると思うんですけど、そうじゃない限りは全然いけると思いますけどね。ごめんなさい、あんまりなんかレムの話、まあ今回もそうでしたけどしてなかったですが、まあレムサポこんな感じで、まあサポートというよりは本当ツージャングルとして運用するような流れ、ダメージもまあキル持ってますからそこそこ出るような状況で、まあビルドは結構まあ適当でいいんじゃないかなとは気はしますが、私はまあ課金の杖ルリトは買いたい派ですねとからの課金弾。まあ以上がレムサポートの動画でした。まあサポートレート低い人はおとなしくちゃんとサポートしたキャラを選び、まあ使いこなせるんであればそういったアサシンサポートも選択肢の一つとして悪くないかとは思いますが、まあジャングラーに負担がかかりますねってのは覚えておいた方がいいと思います。よければチャンネル登録お願いします。